これから行う操作は、緑の葉を赤色に色変換する方法です。色域指定を使用して、緑の葉の幅広い色域を指定します。指定した色域をマスクした色相彩度調整レイヤーを作成して、その対象となる色域をシアン系とグリーン系に分けることで、単調にならない色変換を行います。緑の葉を違和感のない鮮やかな紅葉に変えてみましょう。この操作は、すべての葉に選択範囲を作成することを目的とします。しかし、緑の葉の中にも明るい部分や暗い部分があるので、最終的には複数のサンプリングポイントから抽出することになります。正確なピクセルをサンプリングするため、200% 以上の表示倍率でズームインしてください。選択範囲メニューから色域指定を選択します。色域指定は画像内のカラーを指定して、その近似色の領域に選択範囲を作成する機能です。色域指定ダイアログで許容量に100を入力します。許容量はサンプリングの強さを調整するものです。ここで設定している100は中間値を示す数値であり、これから行うサンプリングの暫定値です。カラークラスタ指定は無効にしてください。有効にしておくと、サンプリングした箇所を中心とした放射状の範囲に限定されます。初期設定ではスポイトツールが選択されています。プレビューには前回のサンプリングカラーによる結果が表示されています。設定していない場合は現在の描画色による結果です。特定した1枚の葉の明るい部分と暗い部分の中間調をクリックします。すると、サンプリングした色域が白い部分としてプレビューされます。中間調のサンプリングカラーに明るい色と暗い色を追加しましょう。色域指定ダイアログでサンプルに追加を選択します。サンプルに追加は初期設定のスポイトツールとは違い、複数箇所のサンプリングカラーを設定できます。特定した1枚の葉の最も明るい部分をクリックします。最も暗い部分をクリックします。すると、一度のサンプリングで選択できなかった色域も白い部分に含まれてプレビューされます。画像内をドラッグして、広範囲のサンプリングも可能です。色域指定によるサンプリング領域は指定内に収まる傾向があるので、少し多めに調整しておきましょう。許容量のスライダーをドラッグします。許容量の数値を小さくすれば選択される色域は減り、大きくすれば選択される色域は増えます。
レイヤーマスクは設定した後でも修正できるので、多少白い部分が残っていても構いません。少し大きな数値に調整しておく方が自然な仕上がりになります。ここでは120を設定しました。OK をクリックします。すると、色域指定でサンプリングした葉の領域に選択範囲が作成されます。表示倍率を画面サイズ、または 100% にズームアウトします。色変換の調整は、設定した後でも再編集できる調整レイヤーを使用しましょう。レイヤーパネルで調整レイヤーを新規作成をクリックして、メニューから色相サイドを選択します。すると背景の全面に色相サイド1調整レイヤーが作成されます。選択範囲から作成すると、その領域を表示するレイヤーマスクが自動的に追加されます。レイヤーマスクサムネイルをオプションまたはオルトキーを押しながらクリックします。すると、レイヤーマスクモードに切り替わります。作例の場合、緑の葉とレンガベイがよく対比できているので、この程度ならレイヤーマスクの修正は不要です。ここでは、少しだけ浮かび上がったレンガベイの目地を消去する修正を行いましょう。イメージメニューから、色調補正、レベル補正を選択します。レベル補正、ダイアログで入力レベルのシャドウ点に48を入力します。OK をクリックします。レイヤーパネルでレイヤーサムネイルをクリックします。すると、通常の画像描画モードに切り替わります。緑の葉の色域をシアン系とグリーン系の2つの系統に分けて、単調にならない色変換を行います。まず明るい色に影響するシアン系を黄色に調整しましょう。プロパティパネルで色域にシアン系を選択します。サイドにプラス40、明度にプラス20を入力します。色相スライダーをカラーバーの黄色の部分にドラッグして、暫定値のマイナス100を設定します。少しの変化でも印象が変わるので、微調整は後で行いましょう。シアン系の色域を黄色に調整することができました。プロパティパネルで色域にグリーン系を選択します。サイドにプラス40、明度にプラス20を入力します。色相スライダーをカラーバーの赤色の部分にドラッグして、暫定値のマイナス125を設定します。それぞれの暫定値から微調整することで、素材に応じた色変換が行えます。色相スライダーを
さらに左側へドラッグするとマゼンタ系の赤色になります。右側へドラッグすると黄色から緑色へ変化します。シアン系の色相を調整すると鮮やかな緑色を混ぜることもできます。色が単調にならないように緑色を混ぜるのも効果的です。緑の葉を秋らしく紅葉させることができました。